ストーリーモードが終わりましたんで、やるのはオリジナルモード。最初はね、まあ、簡単なのからね、やっていきましょう。ハロー、いらっしゃいませ。よし。うん。練習モードが終わり、ストーリーモードが終わり、次はこれ。あれで。ハロー、いらっしゃい。オリジナルモードです。バクのイージーですね。イージーからやりますよ。この中にメニューがある、ある。あ、順番に、あ、順番に感じちょっとイージー、もう始まってんの。もう始まってるらしい。種族、捨て子が1体、敵はナメジロウが1体、サブキャラはいない。卵、卵なし、なし。じゃあ、あのナメジロウを倒せば終わりかな。お金は？もうピーちゃん出しちゃう。簡単だったらピーちゃんで敵が出す卵を食べればいけるやろ。ということでピーちゃんを出します。お金がない、お金がないのでやめました。まだね、草をね生やして、でピーちゃんを派遣しましょう。繁殖、繁殖。お金が貯まったら一気にピーちゃんを出してここに攻め込んでもらう。2体で頑張ってもらう。こんなに広かったらもっと出してもよかったかもしれない。ちょっとピーちゃんが出せる感じではないぞ。これなんだっけ、覚えられないんだよね、卵の種類が。ボン、ナメジロでした。まあ、貯めます。貯めてやはりピーちゃんを出す。予約。いってらっしゃい。あとは、雨を降らしたりしながら待つ。いってらっしゃい。あれ、あ、敵に。いい卵ないですね。この辺、この辺来て、この辺。うん。相手の卵はこっちの卵と同じ柄。それが。それがですね、ピーちゃん、ピーちゃん、こっちから行こう。
そのこっちのこっちのやつも覚えづらいんですよね。お、いけ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 。あー、これはまずい色なのでは。間に合いますか、間に合いますか。いけいけいけ、うん、ばっくりとな。よし、これでもう大丈夫。宣言通りちゃんと活躍してもらうからね。活躍の場を与えます。いけプテラ、君が主役だ。いーちゃん、いーちゃん、それじゃない、それ、それ違う、それ違う。ああああああ、間に合ったプテラ、プテラさんちょっと問題児だな。でも出します。プテラさんに頑張って。なんでここにいるのなんでここにいるの。戦ってほしくないんだけどな。食べに行ってほしいんだけどな。なかなかうまくいきませんね。活躍の場なんだけどな。死んでますけど。うん。プテラは。そういうステージが来たらやることにしよう。大活躍できるかと思ったんだけど、ピーちゃんが働かなくなってしまう。どこ行くのピーちゃん、ちょっとなんかプテラの真似したでしょ。魚食べに行ったでしょ。イージー1クリアです。